俺の名前は瓜生辰海。かき氷いかがですか？プルルンわらび餅もあります。たくましいで、海の家で起死回生を狙う元殺し屋のメロンパン職人だ。俺たちモーリーは今白浜で海の家を開いている。1200円です。かき氷よう売れるわ。手段は選ばない、色気も商品よ。さゆりザビューティーの本領発揮です。女アサシンは戦略的セクシー水着だ。一体なぜこんなことになったのか。紫龍、病院食は飽きた。二郎系ラーメン5杯食べたい。油と塩分欲しすぎ。俺と毛利のおっさんはこないだまで入院生活だった。先日、敵対組織ヘルペタスのセラの襲撃を受けた。貴様の死は無駄にせん。ちなみに俺もセラにボッコボコにされた。私は負けられんのだ。メンタル強すぎんだよ。最後まぐれで勝ったけど。ちなみにセラは仲間によって病院に運ばれた。この程度、飼い犬に噛まれたようなもの。いや、その飼い犬ピットブル。無論生きるか死ぬかだったが、一命は取り留めた。こんなこと言っているが、奴の傷は壮絶すぎた。実は下半身は痺れてまだ動いていない。また立てるよな。頼むから後遺症残ってくれるなよ。オリオン、そんな顔をするな。もともとこんな家業だ。覚悟はしている。棒殺しはできんかもしれんがな。弱き日本を変えるという志は変わらん。セラー、お前最高だよ。大好きだわ。俺のために泣くとは極めて珍しい。紫龍、なかなか生かしたやつみてえだが、大丸の旦那から指令が来たらぶつかることになるんだろうな。こりゃなりわいだからよ。一方、入院中の俺たちに来客があった。おお、銀田さん、ぬえ兄、久しぶりだな。弟が世話になっております。お二人とも元気になられたのですね。訪ねてきたのはぬえ一族当主のぬえ兄とその主人銀田永山だ。お仕事もできず、きっと大変でしょう。はい、大ピンチです。首くくりそうです。すると永山からこんな提案が。ああ、銀田家が権利を持つ海の家がまだ空いてますよ。そのビーチは大勢の人手があります。金持ちの話はようわからん。海の家、かき氷なら1日1000杯もありえる。そこに便乗すれば他の商品も合わせて売れる。賞賛ありありん。海の家、モーリーをよろしくお願いします。頭の中でそろばんを弾く音が聞こえたぞ。時期的にも怪我はギリ治りそう。よかった。ではギブアンドテイクで一つお願いを。ここの海水浴場なのですが、最近悪辣が増えております。モーリーの力で家族が楽しめるよう目を光らせてほしいのです。得意です。エルペタスの攻撃も落ち着いてるし、チャンスだぜ。そして数週間後、俺たちは海にやってきた。治ったぞー。めっちゃ傷跡あるけど、一生分かき氷を売ってやる。ひんやりのわらび餅を作ってきた。焼きおにぎりも作るよ。モーリーの新参者もイベント初参戦だ。剣、なぜお前がいる？紫龍が呼んでくれたんだ。海の家で焼きおにぎりありだろ。ちなみにおっさんはたまりにたまった事務作業のため近くの別荘だ。なぜ私だけ？てなわけで、銀田家指定の海の家で営業開始だ。めっちゃイケてる海の家だな。浜辺も人がたくさんいる。書き入れ時ね。まずかき氷が異様なほどに売れる。いちご味3つください。あざまーす。わらび餅2つ。わらび餅も売れる。海の家万歳。その時だった。お姉さんグラマーだね。現れたのはどこかやからっぽい男。奴はねちっこくカリンに絡む。俺は店員さんが欲しいね。私は港区の一軒家くらい高いんです。その時、その男がカリンの太ももを触りやがった。お客様、5億円ですよ。ぶち殺したろか言われ。減るもんじゃねえだろ。カリンは店のことを考えて騒ぎにしなかった。だが他にもナンパ行為を働く連中がいた。お姉さん、俺と泳ごうよ。店内で器用な女の子に話しかける2人組の連中。その時奴らかき氷に薬を盛りやがった。これが銀田さんが言ってたことか。無論バースは見逃さない。お客さん、うちのかき氷に何してるんです？うわー、小判が普通に肩を握りつぶしてた。異物混入、困るな。意識が俺らアサシンは薬とか絶対見抜くんだわ。二人は強引に女の子から引き剥がす。新しいかき氷サービスです。え、ありがとうございます。こっちにおいで。握力がやばすぎる。怖え。薬を入れたかき氷も回収済みだ。二人は店の裏に連れ込まれた。さあ、おにぎりを作ろう。何するの？その手に持っているのは包丁。とても珍しい髪型になればいい。そして野郎の頭を強烈に刈り上げた。男は何とも無残な髪型となった。もうナンパできないように髪型をおにぎりにしてあげたよ。すみませんでした。一難去ってまた一難。なんだ、今度は女性の悲鳴だ。声の先にあったのは女子更衣室。ここは私たちに任せてください。女性のテリトリーだからね。さゆりとかりんが様子を見に行くことになる。扉を開けると中にいたのは一人の男。そうやって差別するのね。なんで男の人が。すると奴は意味不明な理屈を語り出した。私の性自認は女なの。女子更衣室に入る権利があるわ。意味わからん。そのカメラ盗撮用だろ。海でカメラを持っていても普通でしょ。私はそんなの認めない。お前は女の敵だ。性自認がどうでも、女が恐怖を感じたらそれはそれで真実。ましてやあんたは明らかな嘘。性差別だ。私は傷ついた。この女は差別主義者。うるせえよおっさん。なんとさゆりは容赦なくその男をぶん殴った。実はさゆりは外で見ていた。こいつ、しばいてやろうか。男がカメラで女性を撮っているシーンを。女アサシンを侮ることなかれ。殴られた男は一発 KO だ。こいつゴミ箱に捨てときます。粗大ゴミのシールは貼りなよ。そんな紆余曲折がありながらも、すみません、今販売分を持って店内在庫切れとなりました。日暮れを待たずになんと完売となったのだ。アイスメロンパンも養蚕売れたで。成功や。これを成功中や。こうして自由行動となったわけだが、シリュウさん、私の絹肌にオイルを塗ってください。パツオミ、どっち塗んの？お、なんでこうなる。俺はいきなり女アサシンに絡まれる。すると突然声をかけられる。さすがシリュウ、怪我の治りが早い。おお、来てたのか。なんと現れたのはヌエ兄だ。元はエーザン様の付き添いだ。はじめまして、くのいちプリティです。隣にいるのは女のヌエ一族、通称メヌエだ。銀田さんは公務としてこの海周辺に来ていた。やっと調整が終わった。久々の休日だ。ごゆっくりお休みください。この別荘なら私は安全だ。二人で海でも行ってくればどうだ。すると銀田さんからこんな提案があったのだ。いや、そのような。ありがとうございます。二人っきりで行きます。メヌエの強引なドリブルでここに来たわけだ。どうせ行くならばサプライズの一つでも用意せんとな。まさかプロポーズ？お前にではない。すると金峰がヌエ兄に謎の絡みをする。よい、銀河のひっつき虫め、名誉挽回したかったら私と相撲を取りなさい。ほう、相撲か。名誉挽回も何も護衛や。今日も見事に訳がわからん。しかもルールが奇妙だった。男女ミックスダブルスを提案します。こっちはカリンを出します。相撲で2対2ってなんだよ。近くにいたカリンも巻き添えだ。せっかく来たのだ。ノリとやらも大事にせねばな。ではこちらはメヌエを出そう。同志様と相撲。海の力か。なんとヌエ兄は受けた。なぜか金峰がすでにでかすぎる土俵を書いていた。胸と土俵は大きければ大きい方がいいのです。もろセクハラじゃねえか。公平を期すために町田が行事だ。しかもメヌエはなぜか水着だ。服を着ていると暗記を隠し持ってると疑われますから。持ってても使わんだろ。金峰はカリンに耳打ちをしている。あの長男は人類を見下してます。まずは二人がかりで倒します。わかったわ。そして町田の合図で謎の大一番は始まった。はっけよい、残った。作戦通りカリンがヌエ兄に突っ込む。やー、まずは強い方から賢者の戦法よ。しかし金峰はカリンとは違う方向にスタートを切っていた。めねこめ、騙されたな。え、どういうこと？金峰が突っ込んでいたのは目ヌエ。女子供でも容赦はすん。女でもヌエ一族をなめないでね。金峰とメヌエががっぷり四つに組んだ。捕まえたー。負けないんだから。狙い通りのようだが、とりあえず作戦の意味がわからん。しかし予想外の事態が起こる。なんとメヌエの手が滑った。ワカメ、私はワカメのヌルヌルを塗っている。なんと金峰は全身を滑るように細工していたのだ。金峰とメヌエが四つに組んだ。ちなみに手のひらには何も塗ってません。あとは転がすだけ。今日にも程がある。しかし金峰にまさかの誤算があった。柔らかー。いつか天国に行くであろうママを思い出す。そう、メヌエが柔らかすぎたのだ。その隙をメヌエは逃さない。やあ！シュート！滑るならばと足払いで金峰を攻める。だが金峰も一流のアサシン。親孝行！あそこから耐えるの？その体勢からギリギリで残しやがった。カリンは構わずヌエ兄に突っ込んでいた。ヌエ一族最高の体術、どんなものかしらね。うん。カリンも訓練されたアサシン、戦闘本能がある。ならばせっかくだ。そう、ヌエ兄の足さばきはおぼろと呼ばれる。なぜか輪郭がつかめない。これがヌエ兄の真骨頂だ。あれ、現実なのに 144p だじゃん。かわすと同時にヌエ兄が背中を押す。さらばだ。わーい、お兄ちゃんゴイゴイスー。カリンは凄まじいスピードで土俵を割った。その時金峰が目の上にささやいた。もし私に白星をくれるなら、私たちの宿に長男とあなたの部屋を用意しましょう。なんと奴は八百長を提案したのだ。それは目の上に効果てきめんだった。それはどういう。二人で泊まればいいんです。銀座さんなら許してくれる。あまりに魅力的だった。あらー、負けたー。古速という魔法を使いました。なんだそれは。そしてわざとひっくり返った。結局勝負は金峰とヌエ兄の一騎打ちだ。私は初めからあなたと戦うことが目的でした。なら初めからそうすればいいだろう。もし突っ込んだらどうなるかをあのメス猫で試したのです。あんたは仲間を何だと思ってる。私は突っ込まない。あなたが私に突っ込むのです。もしかして突っ込む自信がない。金峰は絶戦を仕掛ける。この長男を倒せば次男は下僕決定。私の地位も安泰。さあ最後の仕上げです。実は金峰には秘策があった。町田には石鹸の手売りに行くと言って穴を掘りました。穴掘りは真面目に頑張る。これが目印です。え、土俵の端っこに落とし穴があるとは思うまい。完璧なるプラン。あとは目印の木の棒まで誘導すれば。あれ、目印がない。なぜ、どうして。なんと事前に準備した目印が消えていたのだ。実は金峰がメヌエと戦ってる間、必殺シュートだ。通りかかった子供が偶然蹴飛ばしたのだ。とても困った。どこかのおにぎり屋どころじゃない。そんな金峰の動揺はヌエ兄が一瞬で見抜く。なぜ動揺している。やましいことでもあるのか。ちょー、なんだ、全てを見抜くようなこの目は。隠し事なんてできない。もう金峰はおかしくなっていた。仕事をサボって後方に落とし穴なんて仕掛けていない。ほう。あと毛利さんに虚偽の成績を申告してボーナスを釣り上げてはいない。はあ。あと会社の経費で謎の警棒セミナーに行ってはいない。あとシリュウとお揃いの服をネットで買ってない。そうか。金峰は全く関係のない悪事まで洗いざらい全て話した。それを聞いてブチギレたのは真面目のゴンゲ町田だ。金峰さん、虚偽とはどういうことですか。八方塞がりの金峰が選んだのは敵前逃亡。私は給料泥棒。全速力での逃走だ。だがその先にあったのは自ら仕掛けた落とし穴だった。骨折りぞー。自らの罠にはまるとは珍妙な。この茶番は何やったんや。結局相撲はヌエ兄の勝ちだ。その後俺たちはバナナボートやらなんやらで遊んだ。おっしゃー、紫龍さんとバナナボート。しかし高い波が押し寄せてくる。おっと、転覆するのも醍醐味だ。胸転落した勢いでさゆりのそれは見事にポロリしていた。あ、出てた。おお、でもな、女アサシンってのはそんなの気にしねえんだ。失礼しました。シリアさん、続き行きましょう。ちょっと心配だな。そう育てられてるからな。楽しい時間が過ぎるのは早い。気づけば夜だ。海辺の夜って祭りの後って感じよね。ああ、それもまたいい。その時大きな音がした。わあ、辰臣すごい。おお、今年もか。さてはヌエ一族だな。すごい綺麗。そしてでかい花火が上がったんだ。花火ってのは心が照らされる気分になるな。心から素晴らしい。ただ夜空を見上げると大輪の花が咲いていた。さすがに豪華すぎると思わんか。個人がやる花火としてヤバすぎるだろう。私の悪事も全て水に流しましょう。去年もヤバかったが今年のこれはもはやおかしいで。これはヌエ一族からのサプライズだった。火薬の調合なら我が一族の右に出るものなし。さすが兄者、彩りに深みがある。同志様と見る花火。花火を見ているとどうしてもセンチメンタルになる。ライデン、お前の意志を継いで一族は強く生きているぞ。犬鷲さん、高弘君と見ているかな。だからこそ散っていった人間のことを考えちまうんだ。ライデンは死の間際、紫蓮にこう伝えた。紫蓮様、もう殺しはやめてまっとうな職に就きましょう。息子を返せー。犬鷲は息子を殺したエイジを撃ち死んでいった。この間戦ったセラもそうだ。私は死ねんのだ。セラ、いい加減に倒れろ。あいつにも弱き日本を叩き直すという志があった。俺たちからすれば敵でもみんな信念があった。悲しいよな、人ってのは争う理由を無限に作っちまう。ああ、本当に愚かだな。もしかすると人が争うということをやめるなんて不可能なのかもしれない。だからこそ俺も信念をもとに動きたい。いい日だな、紫龍。なあ、また来年一緒に見ようぜ。誰も死んでほしくない。そして時に相手の行いを許すことができれば争いは減ると思うんだ。紫龍図カフェ夏ロマン2024よ。ポントウ狂人がフルパワーで削ったかき氷あります。あと元下道忍者のわらび餅もあります。メロンパンももちろんあるからね。8月2日から9月1日は東京渋谷、9月7日から9月23日は大阪中津。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では闇をテーマに様々な物語を展開していきます。他の動画もぜひ